ずお越しいただく前にお電話やメールにてご来店のご予約をお取りください。その際にお名前、挙式日、会場名などをお伺いします。またご希望のお衣装や具体的なイメージなどもその際にお伺いするので何でもお話しください。ご来店当日です。ご来店いただきましたら1階インフォメーションにて受付をお願いいたします。次にアンケートをお書きいただきます。挙式・披露宴の具体的なイメージをご記入ください。専用のフィッティングルームにご案内いたします。そこでまずプリンセスガーデンについて今後の流れを説明させていただきます。そしてご試着前にお二人の思いやイメージなどこだわりポイントについてお聞かせください。次にショールームにてドレス選びとなります。プリンセスガーデン横浜は3階がウェディングドレスのフロアとなっております。本館と別館にテイスト別にドレスが分かれており、たくさんの中からお客様にぴったりのドレスをご提案いたします。ぜひ一緒に運命の一着を見つけましょう。好みのドレスが決まりましたらいよいよご試着です。ドレス姿でバージンロードに出ていただき、デザインやシルエットなど全身の姿をご覧いただきます。その際に様々な角度からお写真をお撮りください。いろいろご試着いただき運命の一着が決まりましたらご契約の手続きをさせていただきます。ご予約の内容や約款をご説明し、ご納得いただいた上で契約いただきます。ご予定がお分かりでしたら次回のご来店予約をお取りさせていただきます。本日は以上となります。次回もお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。こちらが初めてご来店いただいたご新婦様の流れとなります。次にドレスが決まりましたら小物合わせです。ドレスに合わせた素敵な小物を選びましょう。そして最後に挙式の約1週間前から10日前を目安にサイズの確認やご予約内容などの最終確認を行います。ドレス決定後はご新郎様やご参列者様の衣装選びもぜひご来店ください。